この動画には以下の成分が含まれています。編集初心者、自己満足、調査不足、それでもいいって人は、ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは。陛下のご挨拶を見るのもそこそこに兵器解説に繰り出された霊夢と、その解説を聞く魔理沙だぜ。今回は、ゆっくりで語る珍兵器、シリーズの作者、ストロー・クーゲルスタイン氏からのリクエストで、重刀戦闘機、ザ・ターレット・ファイターズ、について解説していくよ。まあリクエストというよりツイッターで一方的にウプ主が粘着してリクエストを求めただけだけどな。なお今回の出典は要所、ザ・ターレット・ファイターズ、に基づいているよ。ウプ主は英語が苦手だから間違っているところもあると思うけど多めに見てね。重刀戦闘機の起源は第一次世界大戦から始まっているよ。当時の飛行機には浜田機銃同調装置がなく、プロペラを通して機銃が発射できなかったため、機体をプッシャー式にし、機首に銃座を設けることで対応したんだ。また、イギリス軍では航空機用のスカーフリングと呼ばれる、全周旋回可能なターレットマウントがあったからそれも影響を与えているんだろうね。まあ機銃同調装置が開発されてからはそれに移っていくんだけど、ワールドウォー1の機銃発射問題の解決法で最も面白いのはフランスの、スパッド A2 だね。こいつは他の機体が推進式、つまりエンジンを後方に置く設計にする中、操縦席と機首銃座の間にプロペラを設置したんだ。は？確かにプロペラを打ち抜く心配はないが。これにより銃座配置の人は一歩間違うとプロペラにすりつぶされる危険があったよ。こわ。マジ基地じゃねえか。他にもこのゴンドラ、プロペラ軸のみで支えてるために強度が不足気味だったみたいで、ハードランディングすると衝撃で外れる結果ガンナーが引き肉にされるという事故がよく起こったよ。懲罰部隊かな。まあ一生乗りたくない機体ではあるよね。そして月日は流れ、第一次世界大戦終結後、航空機は急激な進歩を遂げたよ。ハフバリの副用機からフラップ、可変ピッチプロペラ、引き込み式車輪のような新技術を取り入れ、ついに全金属製飛行機も現れ始めた。それらの技術は速度を求めるボーイング247やダグラス DC-2 などの旅客機に採用された後、そのままマーチン B-10 のような爆撃機に転用されたよ。似たような形してるもんな。もちろん、そんな爆撃機が現れたら対応策を考えなければ本土が焼け野原にされてしまう。だから、これらの爆撃機を落とすために新しい戦闘機にはどんな武装を積むべきなのか、時のイギリス軍で激しい議論が交わされたよ。そして銃を増やせばいいじゃない、とか大砲を積もうとか色々考えたみたいだけど、なぜに今更ストライクウィッチーズ、防護機銃を持つ爆撃機の編隊に短期で挑むなんて無茶だから、編隊を組んだ戦闘機隊で攻撃しなくてはならないって考えに至り、うん、それは普通だな。爆撃機を落とすためにはある程度長い射撃時間が必要。まあ図体もでかいしな。だが軌道をしつつ長くアプローチし射撃するのは困難。防護機銃もあるしな。じゃあ自由に狙いがつけられる銃刀、ターレット、を積もうってなったみたいね。どうしてこうなった？とまあ、こんな考え方のもと次々といろんな機体が開発されたよ。いくつか見ていこうか。まずはこれ、ブリストル、バグ。こいつは COW37mm 機関砲を2門、77mm 機銃を2門搭載する双発戦闘機だったんだけど、実は設計者はそんなもの乗せるなんて聞いてなかったから翼がねじれる問題が起き、没になったよ。それぐらい事前通告しろよ。そしてこいつと競合して開発されたのがこれ、ウェストランド・ウェストバリー。こいつも武装は同じで 37mm、7.7mm を2丁ずつ装備。こいつはブリストル、バクと違って一応使えたみたいだけど、性能に余裕がない、発展性がない、ことから没になっているよ。こいつもダメか。
P31 ビターアンなんてのもあるよ。こいつはタイプの違う2つの試作機が作られたみたいだけど、そのうちの一つは機種側面銃筒のルイス機銃に超を防護機銃の四角になる45度まで動かすことができ、照準器は自動で連動。いわゆる射銃的な使い方をするようになっていたよ。つまり射銃の起源はイギリス。射銃のシステムを取り入れた航空機という点ではそうかもね。もっと面白い試作機。例えばこんなのを乗せるこんなのとか、こんなのとか、こんなのとかもあるんだけど、今回は割愛するよ。気になる奴らはその目の前の電子機器で調べるのぜ。で、銃刀戦闘機は幾多の失敗にもかかわらず、いろいろと試作、廃案、試作、廃案、とこのコンセプトが諦めきれず、ずるずると引きずってたみたい。そして引きずり続けて1935年6月。なが、こじらせすぎだ。ロイヤル、エアクラフト。エスタブリッシュメントは航空省使用書 F935 発表、それを受けボールトン、ボール社とホーカー社、ブリストル社、スーパーマリン社などが提案を提出したわ。どんなのなのか見てみると、まずはブリストル社が開発したブリストルタイプ147だね。こいつは後部銃座を遠隔操作するものだったけど、構造が複雑とされて没になったよ。それを受けてスーパーマリン社が提出したのがスーパーマリンタイプ305。ブリストルタイプ147が構造が複雑、またターレットは人が入ってなんぼじゃー。って思ったスーパーマリン社がスピットファイアを元に設計したけど、航空省に、あんたそんなことしてる暇あったらスピットファイア作れ。って言われてボツ。まあ妥当だな。そして最後に残ったホーカー社とボールトン、ボール社は、それぞれホットスパートデファイアントをトライアルに提出。お、デファイアントは私も知ってるのぜ。そう、結果としてデファイアントが性能の高さを理由に採用されたよ。というかボールトン、ボール社って銃座の製造会社だし、前からボールトン&ボール P31 とかボールトン&ボールオーバーストランドとかの変態銃座航空機を作ってたから、ノウハウがあって当たり前だよね。まあ何派ともあれデファイアントは採用されたけど、その後は皆さんご存知の通り、最初こそ後ろ向きに撃ってくると思わなかったドイツ機相手に前線したけど、前方機銃を持たないため前方に撃てず、銃刀の重さも相まって普通に前から撃たれる鈍銃機となり下がり、夜間戦闘機転用でそれなりに成果を上げたけど専用機ができてお払い箱。最も有用な使い方は標的機なんて言われる始末。同じ銃刀戦闘機の P61 とは大違いだな。まあこのジェットの時代になって爆撃機からも銃座が消えつつあるから、ターレットは無理があるんだろうね。高速飛行しつつ、高速で追尾する相手を捕捉し、有効弾を与えるのはちょっと無理があったって感じかな。とまあ、そういうことでターレットが活躍できるのは海や陸だけなのかなって気がするね。つまり三次元的に動くものにはつけるのは向いていないと。まあそんなところが今回のお話だね。今回はかなり急ぎ足で作ってしまったから色々と怪しい&テンポがおかしいけど、楽しんでいただけたなら幸いだぜ。実8条攻撃もできる銃刀戦闘機なんてものも開発されようとしていたのは別のお話。機会があったらやるかもしれません。他に、兵器のリクエストもバンバンしてください。お待ちしているのぜ。それでは最後になりますが、令和での皆さんのご活躍と充実をお祈りいたしております。そして、その日常のちょっとした時間に当チャンネルが挟まることができたら、それはすごく嬉しいことだと思っております。これからもお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。